キックオフです。スタートです。では立ち上がり見てまいります。パス、さあサイドにパスが出た。合わせてつないで、ここまでですが、両チームの印象いかがでしょうか。そうですね、すでにシュート打ち合ってますね。いい試合になりそうですよね。チャンスは作り合ってますね、はい、シュート、ゴール、いや素晴らしい。ビテッセ敵地で先制ゴールを挙げました。じゃあ今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。後半始まってすぐ日本開始早々あっという間に勝ち越しとなるシュートを決めました。言うまでもありませんが試合を決めたゴールです。そうですね、ダイレクトパス、一人いい動きを見せてますよ。選手たちちょっと気が立っているようです。先ほどのファウルです。1ファウルじゃないですか。得点のチャンス、エリアの左側、よく守っている。前線へ渡ります。キーパーしっかりと、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。右足だ、決まった。面白かったですね。日本同点に持ち込みました。繊細かつ豪快な右足、これが面白くなりました。後半34分、日本あの局面、相手を引き離すゴールを決めています。はい、シュートだけでなくね、直前にタックルでボールを奪ってるんですよね。あれもうまかったですよね。いいプレッシャーだ。再び奪い返した。中に誰か来てますよ。シュートを出せ。選手が交代をアピールしている。ここで入れ替わります。ここは大丈夫だったですからね。休ませました、ね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど、ビテッセここからの攻撃になります。左にさばいて、あーフォロー遅いですね。左、しかし追いかける、つながります。合わせた、キーパーしのいだ。さあフィテッセ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。フィテッセ得点のチャンスを迎えます。このチャンスどうだ、クリアします。競り合った、中央ボールが出てきた、そのまま打つ、もう一度コーナーキックです。またチャンスが続きます。チャンスですね。真ん中入れた、ここは一難逃れます。なんとかクリア、ここで前半戦終了。下げて右に、いいマークでしょ。チャンスにつながるのか、どうだ。ここはヘッドでクリア、つながります。さあいけるか、一人いい動きを見せてますよ。シュート、決めた、右足、後半始まったばかり。日本北澤さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは
今日のハイライトシーンをご覧に入れながらお別れさせていただきます。皆さんごきげんよう、さようなら。絶好の得点機でしょう。そのままいった、クロスバーだ、出ていません。右に送ります。さあ同点のチャンスとなるか。あ、惜しいですね。ここで選手交代。あと少しで後半30分、同点のチャンス。ここはなんとかクリアです。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ゴール前うまく合わせたいですね。いい守りを見せました。中にスッと入ってきますね。感じするんですよね。少しボールを変えてきましたね。来た、1対1。勝負で押されてきているように見えるんですが、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいですよね。シュート右足、キーパーを防いでいる。少し曲げてきた。サイドよく動いてますね。さあ一気にカウンター。サイドチェンジ、うまくトラップ。40分になります。後半40分。落として中に誰か来てますよ。右足だ、右足決まった。2点サイドからの攻撃、右へ出した。チェックに行きます。ここで上です。そのまま狙った、壁に当たる。ここで奪い合う。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。ここで試合終了。日本勝ちました。見事な逆転勝利。北澤さん、最後は逆転勝利という形で試合